市場移転問題で攻勢を強めている都議会自民党が築地市場を視察に訪れました。あれ穴開いてるんでしょ。穴が開いてるんですよね。穴あでも随分開いてますねこれ。ね、デザインと間違ってデザインこれ補修しなくていいのかな。こっち側なんか補修してる。自民党はこれまで老朽化が進んでいる築地市場の建物の耐久性や衛生面の問題など危険性を指摘してきました。こうしたネズミによって食品が汚染されることを防ぐため事業者の方々へどのような指導や助言を行っているのか。地方卸市場では衛生的な環境を確保する観点から市場業者と協力して粘着シートなどを活用した駆除や侵入口を塞ぐなど防除対策を実施していると聞いております。さらに豊洲市場では安全性を都民に知ってもらうよう知事に情報公開を求めました。都民の皆さんに見ていただければ豊洲市場のイメージというのは格段に上がるんではないかと。小池知事は情報公開とおっしゃってらっしゃるんで、少なくともですね1日100人ずつぐらい入れてですね都民の皆さんにご覧になっていただければ。今日築地を訪れた自民党の議員らは築地市場の青果炉や水産仲卸の売り場などを回りひび割れが起きている床面やアスベストが使われている屋根の現状を確認しました。視察を終えた都議会自民党の高木幹事長は一刻も早い豊洲移転を求めました。一日も早くやはり豊洲新市場に移転をした方がいいだろうという意を強くいたしました。これから築地市場の豊洲移転に向けて知事の決断をぜひお願いをしたい、そのことを促していきたいとこう思っています。自民党は27日の締めくくり総括質疑で小池知事に市場問題について改めて追及する予定です。また都議会自民党は今日まで開かれていた多くの常任委員会で市場の移転問題を追及しこれまでの小池知事の答弁や審議は不十分だと改めて批判の姿勢を示しました。豊洲と築地それぞれの適正性について知事に正してまいりましたが事の本質を避けた答弁に終始され都民の理解は得られておりません。自民党は引き続き議論が必要だとして28日までの予定の予算特別委員会の日程延長を各会派に申し入れたということです。